ロイス・ウェバーは、アメリカ合衆国の女優、映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。1914年に監督作、ベニスの商人を発表。初めて長編劇映画を演出した女性監督として知られる。出生名はフローレンス・ピーツ。1881年6月13日、アメリカ合衆国ペンシルベニア州アレゲニーに生まれる。長じて、同地で卓越したピアニストになるが、家出をし、歌い手としてのキャリアを求めようとニューヨーク市へと移った。実家を離れてからのウェバーは貧困の中に暮らし、街頭での福音伝道者として働き、ニューヨークやピッツバーグで説教をし、賛美歌を歌った。1905年、ゴーモンの米国部門に演技者として入社、翌1906年には、同社のマネージャーであったフィリップス・スモーリーと結婚した。1908年には、Hypocritesと題する脚本を執筆し、映画作家、アリス・ギー・ブラシェの夫である、ハーバート・ブラシェが監督した。Hypocritesは、1915年に、ウェバーが脚本を執筆し、監督し、プロデュースし、主演した映画と同一のタイトルであり、同作は、当時にしては、大胆に考察された社会的主題、道徳的レッスンを目指したものであった。そのような映画と主題には、人工妊娠中絶や避妊を扱った、暗中期、死刑制度を扱った、ザ・ピープル vs ジョン・ドー、アルコール使用障害や、薬物依存症を扱った、ホップ、ザ・デビルズ・ブルー等がある。主題が議論を巻き起こしたおかげで、ウェバーの監督作の多くは、興行的に成功を収めた。1916年には、ウェバーは、ユニバーサル・フィルム・マニュファクチュアリング・カンパニー社内でも、最も高給を取る監督になり、同年、ロシア出身のバレリーナであるアンナ・パブロワの映画デビュー作、ユニバーサル特作映画、ポルチシの推し娘を監督した。翌1917年には、自らの制作会社、ロイス・ウェバー・プロダクションズを設立している。ウェバーは、当時女性でただ一人、アメリカ映画監督協会の会員であることを許されていた。この時期のウェバーの最も成功した作品は、クレア・ウィンザーとルイス・カルハーンが主演した、お天である。同作は、パラマウント映画が配給した5作のウェバー作品の1作で、ある。1925年1月、$500万をかけた、人気小説の映画化の焼き直しのためカール・レムリに雇われ、ウェバーは再びユニバーサルに戻った。毎年ユニバーサルは、ロン・チェーニー主演のノートルダムのセムシ男、オペラの怪人など巨額を投じた大作を制作していた。低評価により、同年9月の再公開に合わせてウェバーとモーリス・パイバーがオペラの怪人の編集に任命された。1920年代に入ると、ウェバーの運命に変化をきたした。自社を手放し、1922年には虐待とアルコール依存に溺れるスモーリーと離婚するに至り、ウェーバーは神経衰弱を患うことになる。ハリー・ガンツと1926年に結婚したが、1935年には離婚している。手掛けた最後のサイレント映画は、1927年に発表した陥落地獄とザ・エンジェル・オブ・ブロードウェイであった。最後の監督作は1934年のホワイトヒートで砂糖プランテーション農場における異人種間結婚の話であった。同作はほとんど収入を得られず、その後のウェバーはユニバーサル社でスクリプトドクターの仕事を見つけるくらいしか仕事はなくなってしまった。1939年11月13日、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドで死去した。満58歳没。財産もなく、子供も持たなかった。映画産業への貢献を称え、ハリウッド大通り6518番地のハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに星を刻んだ。シューズ特筆以外は監督である。アンソニー・スライドによれば、現存作品は17作である。ありがとうございます。